あ、Bちゃんがあの徒歩で列車を追いかけてる。うん、止めないであげて。止めてあげて。うん、これ面白いから後ろ姿。ああいい、頑張って走ってるよ今。列車に乗せて、私も列車に乗せてって。ドジっ子だな。あ、追いついちゃう、追いついちゃう、追いついちゃう、あ、追いついた。やったじゃん、やったじゃない。あ、アライグマいる。全力で走れ、全力で走れ。俺史上最速に全力で走れ。あ、ダメだ、ダメだな、同じぐらいの速度だな、ちょうど。よし、ドクさん、風となるんだ。風にならなきゃな。風となれ、追いつくぞ。撮影スタッフが馬で悠然と、いや、すごい綺麗な綺麗な平行線をたどっている。離されることもなく。あ、離される始めたな。離され始めたね。あ、やっぱ列車の方がちょっと早いわ。光となるのだ。上りだから早かったね。ちょっと下り勾配。これあれで140キロ超えたらあれだからね。時空を超えるから。あ、下りだ。ドクさんが。ドクさんって。ピシャン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 。走ってる。ファー。そしたらもうあれ。赤い燃料入れて。2020年のアメリカに飛ぶ。でコロナにかかって死ぬ。散々だな。楽しい。楽しい。来なきゃよかったなって。そんなバカ言っちゃ嫌だよ俺。一生懸命走ってる、一生懸命走ってる。フューチャーしすぎたーっつって。あのだんだんね、潰れたバツボタンに変えてくるんだけど。あ、やっぱ曲がるよな、走るんだろう。ダメだ、僕ドーピングしないと走れないからね。じゃあドクさん乗れ。お前に乗るんだ、お前に乗るんだ。助けてくれよ、お前に乗れ。助けてくれよ。どこに、どこにいる。今から出てきた。乗れ。何落ちたの。よし、疲れた。あの列車止まんねえな。ちょっと待って、線路、ここはいけない、ここはいけない。ちょっと待って、ちょっと待って。お、待って待って、列車走らせて、走らせて。死ぬ。あ、危ない。あ、怖い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 。危ない危ない、高いとこかと思った。あ、怖い怖い。なんかね、後ろでね、火炎瓶構えてるね、あの怖い子がいる。怖い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 。やばいぞ、やばいぞ。キャッキャキャッキャ言いながら火炎瓶構えてる。あれ、おもちゃと思ってる。あ、もっとやべえの来た。もっとやべえの来た。みんな来たな、みんな来た。みんな来た。やべえやつら、やべえやつら、みんな集まってきた。ちょっと待って、なんで俺どこだけ走んの。やべだ、ここで乗ったら俺死ぬわ。ここだ、よし。
あー怖かった。あのトレインシミュレーターやってる人いる。素晴らしい速度を維持して。あ本当ね、うん、いいね。あの多分そういうの好きなんですよね。息でしっかり止まるみたいなのもできたんだよ。大好きですよ。これあのあるじゃないですか、あのその本当に電車のシミュレーター、うん、SL シミュレーターとか、ね、電車で GO とかね、電車で GO やりましたもん。SL シミュレーターもかっこいいやったことあります。おじゃあもうあれじゃ本格的だな、すごいな。どれ SL シミュレーターやってる。えいちゃんさん僕撮るよ。あ出てきたよ変態。やめろよその言い方。俺は本当に真剣に働く少女の姿をね、鉄オタを装った変態ね。いやいや、もっともっと笑ってますね。ちょっと列車が今柵壊してったけど。ちょっと待って。それは。バッカーンっつって。すげえ真面目な表情でそれやってるから怖いよね。なんでさっき巻き込まれ、あここくるんってなってるんだ。そうくるんってなる、うん、そうくるんってなって、つまりこの列車は同じ線路に1本しかしてないんだよね。うんじゃないと正面衝突するよね。そうするよね。 OK、 ダイヤ的には結構来ないだな。うん隣には頻繁に出てくるよ。だからあれなんじゃないの、あのプレイヤーのデータ内に残んなくなったら消えちゃうんじゃないの。え、嘘。あー、そういうこと。うん、だから一定距離離れて、まっちゃんさんすごくないですかあれ。うわ、タバコ吸ったら、ちょっとすごいこと。まっちゃんが本当電信柱の上に乗ってる。引きずり下ろしてやる、あのイケメン。気の反りまっちゃんやったね。この野郎。まっちゃん、よく電信柱の上に乗ってますね。死んだ死んだね。あれすごい判定もなかった今。昨日死ねって言ってたけど。うっつって死んだよ。まっちゃんもしかして、まっちゃん俺もそっち行っていいかい。ん？ほっ。あっすい。あでも生きてた。生きてるだけいいじゃないか。生きてた。どうやってそこ行ったん？あのサンドリの方でも、サンドリじゃねえか、あのブラックウォーターでもやられてましたよね。それもしかして上からなんじゃないんじゃないの？じゃあ下のところから行くんじゃないの？え、そう。やってみて奥さん。下から？で、あのあれだよ、あの屋根にあのギリギリ掴んで登るみたいな感じで。あんじゃないの？あのだって上から行くとさ、普通にあのもうわーってなるじゃない。奥さんもう一個下、もう一個下の広いあの。広いところでこの角からジャンプしてそこに掴むんじゃないの。うん、ロクさんやってみって。いけるかな。いけるって。よいしょ。ほらほらほら、うんとだ。ほらあ、ほんとだ。落ちた。普通に落ちたけど一つまでだ席は。うん、なるほどな。あ、まっちゃんどいてくれたよ。ほらほらほら、そう、 A ちゃんだと、そうそう、もうバコって払うってあのぐるって回ってる。でも結構コツ言いますよこれ、うん、あの本当にギリギリのタイミングで。本当に？うん、やってみよう。これだって結構ギリギリだよ。ほら、いけた。あ、いけたわ。いけたね。これ何？ジャンプギリギリで、あ、ジャンプで。ドクさんさ、あのドクさんさ、ねちょっとさ。一、はい、回、あ、ちょっと待って、ね、おゆちゃんいいね。いけた。あ、いけてる。いいじゃない。いけて、なんでいけるの。ちょっとさ、あの、A ちゃん一回フレンドリーファイヤーをオンにしてもらって、はいはい、で、ドクさんちょっとこのヘリにちょっと来てほしい。大丈夫、安全です。セーフティーです。やった、うん、そしたら A ちゃんはドクさんに向かって縄投げてみて。安全です。セーフティーです。約束された。いいです。ほら釣れた釣れた。A ちゃんそれ引っ張ってごらん。引っ張ってごらん。あー落ちちゃった一緒に。あのね、あの下がるんじゃなくてね、確か R2 とかなんか押すとね、あの手繰り寄せるから。あ、R2 で手繰り寄せる、うん、あ、まっちゃんあったから、まっちゃんにちょっとやってもらって、うん、あの釣られるのはドクさんね。
専門じゃないか。絵的に、絵的に輝くから。私は知らないね。そうそうそう。あ、いいいい、ほら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 、あ、たぐりたぐり、間違えた、たぐり寄せられた、たぐり寄せられた、たぐり寄せられちゃった。あ、アライグマ釣れた、アライグマ釣れました。わっちゃんがアライグマ釣れました。大空に入るな、これ。ビちゃん助けて、ビちゃん助けてあげて、じゃビちゃん助けてあげて、ビちゃん助けて、楽に楽に楽にしてあげて、楽にしてあげて。じゃ楽にそういうことじゃない帽子が帽子が、ちょっと待って、もう2個2個出てきた、怖っ、気持ち悪い、2個出てきた、2個出てきた、アライグマ2個出てきた。それあの、え、あの、まっちゃんほどくみたいにできない、ほどくみたいにできない。あ、セーフ。ちょっと待って、着地した着地した。ドクさん、ドクさん、あのね、一回電子マシャーにね、足バンってね、あの蹴って着地した、綺麗に。おい、腕に残ってるこの傷見ろよ、一生傷だぞ。それはもう B ちゃんの優しさだから許してやってくれ。生き恥さらすぐらいだったらっていう解釈だから許してやってくれ。何増えたって、増えたって。アライグマ帽子、ちょっとちょっとさ、 A ちゃんそこの見えるでしょ、うん、あれダメだ。そう、帽子がね、拾えない、拾えない、拾えない。あ、こっちでも拾える、拾える、ドクさん拾えるでしょ。った、じゃあちょっと待って、ほら、こっち見えない、ほら、そっちある、ほら、あ、アライグマ増えた、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 うわぁ、ビチャが撃ってきた、ビチャ撃ってきた、ビチャ撃ってきた。あー、魔女狩りだ、魔女狩りだ、これは。ダメ、悔しいかな、動きが。ちょっと待って、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 まっちゃんそのままにしててね。いや、もんだよ、燃えた、燃えちゃった。綺麗。あー、よかった、よかった、生きてた、生きてた。ちょっと待って、で、これさ、引火したのまっちゃんさん、めっちゃ、あ、やばいね、まっちゃん。あ、だんだんちょっと上に上がってる。ちょっと待って待って待って、出そう、ちょっと出すんかい。消火活動で救わないの。まっちゃんさ、そっからさ、あの俺をさ、こうロープで捕まえるみたいなのできる、距離的に多分、ちょっと、うん、ここら辺、あ、ちょい真下にいる、真下にいる、A ちゃんさんら辺の方がいいですね。あ、本当に、はいはい、この辺りどうですか、この辺りどうですか。もうちょい前ですね、もうちょい前。あ、これです。よし。あ、来た。じゃ、火柱上がってるよ、結構。お、すごいな。おお、すごい、すごい、すごい。あ、あ、あ、熱い。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 自滅してら、分かってる。ま、まっちゃんも燃えたの、もしかして。だからね、全く燃えてない。燃えてないの。俺だけ燃えたの。いや、絵はすごいっすよ、俺だけ死んだんだな。えらい絵だったな、これ。いや、なんでもない。あれ、なんで、あの、すごいな、ドクさん、ドクさん逆さ釣りになってなかったんですか。そう、あの、腹にね、かかってたよ、ドクさんは。あの、空気にえぐかったんですよ。これ、あれなのかな、男女の差なのかな、キャラの。いや、でも、あの、わっ、足だ、足かかった、足かかった、足かかった、まっちゃん足かかったわ、これ。釣れた、釣れた、アライグマ釣れた、重力に逆らってるから、アライグマが釣れた、きついよ、アライグマ釣れたよ。あ、あ、もうあれだ、炭化してるから、あの電信柱が電信柱が炭化してたからダメだ。ちょっと楽しそうなね。すごい楽しそう、あれだ、あのバンジージャンプみたいな楽しみ方してる。あ、落とされた。あ、落とされたけど、俺がクッションになって助かった、徳さん。俺の死体がクッションになったわ。じゃあ、まっちゃんさん最後救ってあげましょう、これ。ちょっと待って、これさ、あの、これ、削り切れんじゃないの、これ。削り切る、ダメか。これちょっとね、削れてんの、この根元が。ほんとだ。うん。まっちゃんさんを救いたい。ほんとだ、電信柱がだんだん、え、嘘、電信柱を、
いけないかこれ。いやそれはできたらだってこのゲームいろいろできちゃうよ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。マクファーレン牧場の心配しきれない。ボニーさんにね。ボニー調子に怒られる。完全に。チャンさん作りましょうか。ちょっと待って一発入れるわ。ちょっと離れてみるな。電信柱から。チャンさん確保してください。命が危ないと思う。うわー、いったいった。あ、でも減らねえな。あ、ちょっと待って、怒られたボニーさんに。え、それはそうだ。目撃者出てきちゃった。あ、目撃者で、うん、ごめんなさいって言うわ。来た、の、あれダメ。何やられてんの今。下で、え、あーちゃんのとこ行こうと思って頑張ってるんだけど行けない。あ、一般の人見てますよ、あれ見てる、うん、あいつら何やってんだって。あいつら何やってんだ。おい、おめえら何やってんだ。うずの牧場で。うん、黙ってんのね、あいつ。ほんとに、あれお前なんだ。いやいや、こうやるんですよ、こうやって。どこの娘っ子だ。余裕もネタスティック、こうやって、ほら。ほんとだ、ちょっと俺も上に行きたいな、俺も。どうやるの。なんかね、B ちゃんそっちからじゃなくて、こっちから、こっちから飛んでたよ。うん、こっちから斜めに飛んでたよ。そうですね、かけやすいのがする。はい、ほらほら、あの、走らなくてもいいや、なんだろう。それじゃあ、バズーン。いてあと、乗っかって安心したらダメだ、これ。あの、調整して、調整して、うん、奥に行った方がいい。そう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 。ちょっと、これクリアさないめっちゃダメだ。なんでなの？ビちゃん、あのね、あの走らないで、あのヘリに立って、うん、ジャンプでもいいかもしれない。はし、あの電信柱に向かっても。近くね。そう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 。そう、あ、なんで？走ってる走ってる。あ、止まって完全に止まってからで行けると思うんだよ。ちょっと待って、こっから、うん、こっから、うん、あ、ダメだ、あいつ、あ、俺馬乗った、奇跡、ミラコ、ミラコ、僕のこの悠々とした歩きから今、こっから、こうです。正解、ドクさん正解。いやいや、今のは正解。面白の正解。たんまりためたから、ね。面白の正解出したよ。あ、行ったね。行ったね。あ、でもすぐ落ちた。超えちゃったな。先に掴んで、うん、そう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 。難しいね。維持するの難しいね。だいぶ手前でジャンプしたよ。うん、あ、行けた行けた。ここで調整するのが難しいですね。うん、あ、死んだ。うん、調整が結構難しいかもしれない。登ってくる。ほい。あ、これね、あれだ、掴むところが悪いとそのまま乗り越えちゃうね。あの奥側掴まないとダメだね、これね。手前の方がいいですね。うん、そうだね。今酔いどれじいちゃんだったね。まっすぐ走れなかった。失敗。あれ？ちゃんが、あ、ヨーキーさんは、あ、ちょっと上から行ってる。え、すげえ。ラスよ。あ、こういった。大丈夫。あ、こうだこうだこうだ。ヨーキーさんが行けた？わかったわかった。あ、行けたね。あ、落ちた。落ちた。俺もちょっと、あ、いいとこ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 。いいとこ行った。オッケー。一人称すぐ帰ると行きますよ。あー、ほら登ってこいよみんな。あ、なんか狙ってる。びっくりした、狙ってら。あっ、たぐり寄せて、たぐり寄せてくれ。それで俺をそこに乗せてくれ。たぐり寄せて R2 とか。あ、びっくりした。 R2 うん。あ、こうか。そう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 、たぐり寄せてくれ。あ、これ限界かな。救助してくれ。俺をたぐり寄せてくれ、ドクさん、たぐり寄せてくれ。これもう限界よ。ぶっ、ど、ま、受け身取れないって、受け身取れない状態で。受け身が無様に落ちるのめっちゃいいな。あ、ごめん、本音出ました。あ、本当に。あ、ダメ、それ危ない。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 
あさ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 あよし。あ、ビーチジャンプ。落ちてきた、落ちてきた。あ、やべ、ダメだ、ダメだ。取られる、取られる。あ、まっちゃんうめえなやっぱり。そこに乗るの。よし、よしよし、チャンス、チャンス、チャンス。はい。ダメだ。全然。チャンス。全然ダメだ。全然ダメだ。全然ダメだ。エイちゃん行ったな。エイちゃん行ったな。これでも俺も乗っちゃうからねここで。一人称にして。やめて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 。ほら、あそこでやそこで、あ、ちょっと待って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 、顔に顔にちょっと待って、顔に股間を押し付けてる今。あのちょうどね今 A ちゃんがちょっと沈んだ状態になってて、ちょうどドクさんのドクさんの股間に今あのちょうど A ちゃんダメダメこれあのこれはあの動画にできない。何でもおい嫉妬したやついたろ今焼却処分だ。上から釣った今度上から釣った痛い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 。あチャーシューがチャーシューって言われてんだからガキでチャーシューって言われてチャーシューがせめて早く命取ってくれよ。あれどうして上がれないの。高いとこから落とされた。ああ無残な死骸が。はい、難しくなってきちゃったな。2人いけたよでも今これね、ちょっとコツ分かったんですよ。本当に、ね、あのね、電柱の柱が乗るところが、うん、なんだっけ、なんつったらいいんだろう、こっち平行に向いてるじゃないですか、うん、なのでスティックをその方向に入れるんですよね。ああ、なるほどね。あのいわゆる鉄棒と同じような。ああ、分かった分かった。あいつちょっとジャンプする。あいつです。死んだ。ちょっと今めっちゃ真剣に見てたよ今。足悪かった。蓄積したダメージで死んだ俺。足の骨折で死亡した俺。あ、ちょっと今の何なの？今のどうしたの？なんで？まさかのところ落ちた。あ、あれ今日の挑戦で5280フィート走り切った俺今この悪ふざけで走り切った俺いや2人行ってる。あ、そうだと思った。今 A ちゃん行けそうでしたね。あ、そうだ、今ちょ A ちゃんさんのアドバイスって言ってたよ。スティックをちょこっとだけね横に曲げるとね、うん、なんか乗れたね。確かに A ちゃんの言う通りにやったら真剣に遊具で遊ぼうとあったぞ。まずあーいいな。えっ、さん難しい。いけない。直前でね、スティックをね、そっちの方向に今いるんですけど、そうすると登りやすいみたいな。こんな感じだったんだ、確かに。だから、そっから左に行くんじゃない。めちゃ普通に、あの、なんか、ジャンプしてる。無理あ、ちょっと、まっちゃん。その余裕がすごい、目が今、すごい。まっちゃんと空中でぶつかったわ。あ、乗ったな、ドクさん。綺麗に乗ったね。お、すごい。俺はね、今、冷めてたから。ワンパンしたね、今。あ、無理。あれ無理。嘘でしょ。あ、いいよ、いいよ、ドクさん。ちょっとそれで、もう一回やって。ちょっと待って、今。失敗した。ちょっと待って、ね、アクションで落ちそうになって。ちょっと待って、今、一人称にしてから。あ、これ、アクションで落ちますよ、でも、これ。もうちょっと、調整して。うん、どっち向き？ちょっと一回スキンやってごらん。うん、あ、いいね。あ、そっちか。違うな、逆だな。こっちね。あの90、そう。ちょっとごめんなさい、A ちゃんさんにやりますね。はい。あ、いいけど、取れたかな、これ。待って。どうした？また。あ、なんで？わかんないけど。わからないけど。行ったんじゃない？で行くか。じゃあ、自分が入っちゃったんですいません。あ、よろしく。やろう。
どこだそれ。まあ、サントニーする、サントニー。遠い。サントニー。そうだね。じゃあパストラ使わないから。そうだね。無理だわ、俺手伝、俺ら手伝えないもん。燃やせ？あの火炎瓶で燃やしたらいいだけで、畑に向かって、はい、畑に向かって火炎瓶投げたら最終的には敵出てくるから、そいつら、うん、全部殺したら終わり。めっちゃやってくる。どうする？ちょっと捨て頃でもやりますよ。せっかくマクファーレンにいるし。ああ、久しぶり。グッポさんがいつも楽しそうって言ってる。え、グッポさん来ないのかな？来ないね。ちょっと誘いますね。多分ね、ご飯食べてるかなと思って。なるほどね。はあ、でもくらってきた。2時すか。そうだね。ああ、そうか。俺を目撃したやつが、うん、律儀に電車で今通れないじゃないですか、道。うん。あそこで報告しようにもできなくなって。ああ、そうなんだ。面白い。道が使えないから。面白い、面白い。あれでも馬車の上に乗ってる人死んでるな。普通に普通に落としてったな、ね、今。あ、ホロ馬車手に入れてきたぞあいつ。乗せてくれ。馬車対戦するか。どうした？どうした？おい、壊してんじゃねえかよお前。せっかく取ってきたのに壊してんじゃねえかよ。馬車むずい。ひどい。あれこれこれ開けれる開けれる。え？あそ後ろってことですよ、ね。箱開けれる。後ろに乗っかってる箱開けれるわ。銀のロケットネックレス。もらっともらっと。そんなとこに箱ある。うんここに箱あるわ。開封済みの陣。あ結構いっぱい入ってんだ。肉の塩漬け、果物の缶詰。そんなに入ってるの。結構入ってる。うん。でめっちゃなんか。銃撃受けてる、銃撃受けてるぞ。敵か、敵だな。ターミネーターです。ターミネーターだ。場所、あ、本当だ、ちょっと待って、本当だ。え、これ。どうなの。全部壊す。あ。あ、外れた。すげえ、細かい。あれでも、前輪は。あ、開くわ。いや、開きます。うん。壊れる。知らなかった。やったくなかったで。しかも。あ、バターン、バターンってなった。すげえ。B ちゃんがびっくりして出てきた。すげえ。知らなかったか。すごい。中の人が怪我した。あ、この輪っかが欲しい。この輪っかが欲しい。あ、ダメだ。この輪っかの中に入ってフラフープみたいにしたかった。椅子があるんだもん。おばしゃ。中でうどうどしてるエイちゃんもいいな。椅子と時計がある。え？あれ、あいねえねえ、エイちゃんさん。エイちゃんさん。グッポームービーさ、ボロボロのここをさ、あのみそらしい格好で探してるエイちゃんさんいいと思うよ。てかむしろここに住んでるぐらいでも面白いけどね。あのお楽しいうちです。冷たい。そう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 。なんかね。私のお楽しいうちなんです。グッポーさんにお誘い。あつ。お誘いかけたんですよ。すごいいい雰囲気になったよね。結構ね、今日の挑戦してましたで、あとビッグバレーの邪魔したくないんでって言ってる。あと頼む。あと頼む。ウェルカムウェルカムウェルカムトゥージャパンからのアイラブユー。うまっす。そう、いや、あのレベカさんそれ今死んだのに救われたと思う。急なウェルカムトゥージャパンはもうダメ、救いようがなかった今。ウェルカムトゥージャパンしてなかった今。日本へようこそって言ってなかった。おいもフレンドリー。あ、これドクさんのパートだ。じゃあ俺の歌でもないんだよ。おいもフレンドリー。いやもう今
でも俺変な汗出るもん。あれもちょっと見る勇気ないもん。なんでよ。最高でしたよ。あのレベッカさんの動画にあって唯一救いなのが俺のメッセージがちゃんと画面に表示されてる。俺の危機感伝わる。ああそうだ、ね。助けてくれ助けてくれってやつね。あれが映ってるだけまだよかったな。本人は無理くりちゃんとあの組み込まれてるところもちゃんと冒頭で映ってるから大丈夫大丈夫。それのバックがあることだよ。そう。知らねえぞっつって。あれ今幼稚園じゃなかった今の。ん？あ、今手振ったの。なんかワニ側の子いたから。あ、幼稚園。どうすかそれ。いいね。ファッション。ちょっと待って待って。でもあのね、多分ねあの日曜のそのやつで変なとこに来て。ラジオで。オールナイトニッピンで、うん、まっちゃんさん結構ね危ないと思う。あの今チョロさんのお気に入りだから恐ろしい振り来るかもしれない。お気に入りになってるとまずいんだ。あいいな。怖いですそれ注意です。なんかあれ？それあれだな足。ストッキングのやつか。まっちゃんとセットがいいなこれ多分。あ確かに。ワニ側か。ワニ側。ワニ側。ブーツすごいいいんすよね。これブーツじゃないんだよ。これストッキングなんだよ。あ、そうそうそう。かっこいい。あ、すごいな。スラッとした足でいいね。そう。足が綺麗に見えるからいいんすよね。確かに。黒だからね。確かに。はい。かっこいいね。ちょっとドクさん。ドクさんの贅肉って今幼稚に取れなかった。失礼なこと言いますね。かつら頭にかぶる。ちょっと待って、ちょっと面白い。あ、面白い。ちょっと待って、この絵撮らせてほしい。ちょっと俺も行きたいね、現場。行きたいな。今ね、あの幼稚のファッションを勉強してる日本から来た中学生が。いや、真剣な眼差しで今勉強してる感じで。想像で笑いますよ。真剣な眼差しで。そこの一連を今載せるから待ってて。すごい真剣に見てる。もらいます。使ってください。これだけは自分で撮れないからな。もう一回行ける。そう。なかなかね、撮ってもらわないと。こうしてる。本当だ。すごい真剣な顔してる。真剣でしょ。ちょっともうちょっとアップで撮ってみようか。すごい。あ、ページめっちゃめくってるね今。あ、後ろからあれだな、ビーチに行きたいおじさん来たね。真面目に考えたから。ドクさん、それは出なかったから何が起きたか分かんないんだけど。急なバイオレンス。急なバイオレンス。なんかいきなりドクさんの腹のどてっぱらにいきなりぶち込まれて、まっちゃんがロスドクを殺したみたいなのは出てるけど、確かに。やっぱりあれかな、あのビーチね、あれかな、今多分まっちゃんさんの美意識が許さなかったんだろうなって。ひどい、これ徳さんのお腹にすっごい大きい。それがもう不要不急の外出は控えてください。ダーン。ソーシャルディスタンスが起こした事件だよこれ。すごい、すごいのが開いてるな、どてっぱらに。あ、俺見えねえな。あそこから脂肪吸引してあげて。なんかひどいことなってる。なんかナイフ刺したい。たまにナイフ刺ってるの触れた方がいい。なんかナイフ刺したいやついるけど。オーバーキルだろ。本当だね。すごいことになってる。帝王切開。帝王切開。帝王切開じゃないよ。それで生まれてきたのが私です。複雑だな。いやでも食い破られたエイリアン。ああそうだね。それで生まれてきたのが私です。怖い。ほらほら。なんかさ、ペニーワイズみたいなの。すごいね。あ、泣いてる妹ちゃんが。泣いて
くれる人いるだけいいわ。よかったわ。気持ちが悪い。いや気持ちが悪いよ。少女のトラウマになるのやだよ俺。気持ち悪いよ。お姉ちゃん。なんで自分の頭蹴ってんの。なんで自分の頭蹴り始めたの。最高だ。最高。なんで。説明がいるよそれ。でなんか知らないけどイオチンがお前やめろよみたいな。なんだ。それダメだろ。くせ。誰か俺のこと臭いと思ってる。くさ。くさ。ちょっと何。何誰かうんこ漏らしてるでしょ。くっさ、くさいなぁ。あブレンドリファイヤーオンなんだよ。そんなことしちゃダメだろ。あこれはエロいことエロいことされるバレンタイン。エロいことされるエロいことされる。ちょっとマギじゃない。あー幼稚園ガリではちょっと幼稚園今5000円です。安っ。抵抗が早いよ。頑張んじゃねえ。頑張んじゃねえ。じゃあ、オプス、オプス、オプス、マクサ、クサ、誰か、誰か縄で救い出してくれ、俺を、こっから。頼む、頼む、誰か、あ、死ぬ、死ぬ、あ、誰か、ズーン。ほら、誰か救って、救って。ちょっと待って、今、襲撃者見るから、襲撃者見るから、幼稚園だな。ちょっと今、告発するわ。どう今こっちでまた事件が発生してんだけど。告発した今。放置プレイはダメだよ。一切俺のことはない。どうしたどうしたどうした。何があった。されたと思ったら叱られた。あ、解放してくれるんですか。ありがとうございます。ほら。違った。寝とけ。寝とけ。寝とけ。押せない。寝とけ。押せない。あ、少々もういいです。もう大丈夫です。寝とけ。あれ？終わった？面白いやつ終わった。面白いやつ終わった。急いできたの。あ、自分の股間切ってる。コンプレックスがあんだね、やっぱ。あいた。よし、ダメージあいた。ちょっと。Bちゃんの得意なやつだ。馬に蹴られる、Bちゃんの得意なやつだ。死体が必要な時はすぐ呼んでください。リーチリーチ。昨日もそうだったけどさ、どうしてみんなあの深夜になってくるとあの暴力的になってくるんだ。これは流せませんよ皆さん。これは流せませんよ皆さん。溜まってるんですね。溜まってるんですか。結構キャハしてますよ本当に。いろいろと多分無理だよ。あの電車のやつはなんだなんだ。かかったと思ったらすぐ終わった。あ、死んだ、泣いてる泣いてる。気持ちが悪い。気持ちが悪い。やめてやめて。動いてる方が気持ち悪い。ちょっとあの似てる人がいる。動いてる、動いてる方が気持ち悪いな。上着着てほしい。そんな嘆きある。いやおい、どうか、おい、あ、ハゲた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 。ちょっと待って、え、なんか刺さってんの。ちょ、見て見て。刺さってたない。いや、何も刺さってない。毛とかも刺さってないね。何も刺さってない状態です、徳さん。何も刺さってないです。何も刺さってないです。あの、毛髪すらも。ひどいこと言うな。そういうことか。あ、ちょっとやめて。いや、B、あの、A ちゃん。B ちゃん。あ、笑われた。B ちゃんのやつ。ハゲ好きみたい。ハゲ好きみたい。あの中学生。ハゲ見たらキャッキャッキャッキャしてた。あんなに泣いてたのに、あんなに気持ち悪いってのは、って俺の股間もないとするじゃねえ、まっちゃん。俺の死体とはいえだ、ナイフで股間を刺すのやめてくれよ。診察だわ。なんだよ、やめろ。やめろやめろ。もうビッグバレー精肉工業にしようかな。
いや、あれ止めるべきだよ今俺、うん、止めら、あ、もう止められない俺たちはもう目をつぶって静かにここ立ち去るしかできないアウトローだな本当にやってるこの時間は普段本当ね非戦闘民で収集とか仲良くやってるけど怖いね人の刺されてるってことはさ人のむき出しの浴場って怖いね俺足裏綺麗なんだドクさんそれあれだね毒投げナイフだからもったいないよてか俺毒なあれちょっと待って俺毒なってんだけどあんにお前じゃねえかじゃあお前かこの野郎これびっくりしたなんで分かったので毒になってたからだよでお前毒投げナイフ持ってんだよあ、ちょっと待って待って俺も毒じゃないか、お前死んだ、ちょっと待って、塩振って、塩振って塩振って、塩振って、襲撃者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 誰え、ドクさん刺さっちゃいけないところにいないよ真の像じゃない、真の像じゃない、俺から見たらね、あの肺にナイフが突き刺さってる怖い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 、どうして生きていられる、どうしてお前は立っていられるんだ、どうしてお前は立っていられるんだ、同じ作りだからジンちゃんの構造が違うんだ怖い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 、え、あの俺ケツにも刺さってんだけど嘘、ちょっと待って刺さってますね、刺さってます、うん、右の内ももに刺さってます、あれ確実にぶっすり刺さってますどうした、何があった、どうしたじゃないの、どうしたんだ、大丈夫か、あ、ちょっと待って、塩風呂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 、限界はあるぞ、うん、塩風呂、かわいそうじゃない殺されて生き返らせて、殺されて生き返らせて何これ、どんないじめ、これやめてあ、乳首隠れてる、あ、ほんとだ、乳首、両乳首隠れてる、これこれ当たる、ちょっと、やめろあ、もう首、あ、もうこれ、なんで生きてんだお前もう死んでくれ、頼む、立たないでくれ、立ち上がらないでくれ、頼む、もう立ち上がらないでくれ、持っていこう、持っていこう、すごいすごい、やめて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 、すごいすごい、もう無理よ、4つ4つやめてあげて、もう楽にしてあげて、こういう能力者みたいなやつ、かわいそう、あーすごいすごい、至る所にナイフ刺さってる、どうして生きられるんだお前は、なぜ立ち上がるんだ、お前を立ち上がらせる何があるってるんだフラフラだよ本当疲れ切ってるな、ご飯食べて、ご飯食べて、ドクさんご飯食べて、一回ご飯食べて、ご飯食べてみて、一回お肉食べて、お肉食べてみて、楽しいな、楽しいな、これじゃない、人にナイフぶっ刺しといて、梨食ったよ、あ、元気になった元気になった、元気になったの、なんてほら、いいってでしょ、いい健全な成人男性な感じだけど、ナイフが刺さってるってこと以外すごいな、すごいな、脳天にぶさってるからね、そうでしょ、俺のには脳天には見えないんだけど、頭いってんすよ、うん、頭に俺には見えてないけど、もうただ体に今ね 1,2,3,4,5,6 あのさ、黒ひげ切り一発みたいにどこ刺せば知らないギリギリになるんだよね、7本ナイフ刺さってるから体、あの頭の左側危険かなとか探ってるように見えたけど、みんなみんなナイフすごいな、やめろ、火つけるな、あ、ちょっと待って、そこあ、今ちょっとやめてるかもしれない、結構リアクション的にここはダメですよここにちょっと待ってどこ行ったそれ、あの一番刺さっちゃダメなとこに刺さっちゃったな、ちょっと俺、ああ子孫、いや、ドクさんもドクさんも子孫はすまんが反映できない、嘘、君の遺伝子はもう後世に残すようはしないだろ、そんなとこ刺さってんのくらいダメだねこれは、 B ちゃんが今脳天捨てたいつかあれごっそり回収しようとしてる人だって言うな、絶対ああいう、あれじゃないの、中国の雑技団の方じゃないの死に至らない程度にナイフ刺すすげえ刺さってんなおいちょっとスクショ送ってた間にすげえ刺さってんなおい、止まんないんだよ、同じ箇所に2本刺さってたりするよあとね、あの、ちょっと待って、おかしいおかしいな、
このちょっとね、あの右手に刺さってるナイフちょっとね、みんなで確認してちょっと動かないでいい。刺さってんのこれ。あの、ね、右手にね刺さってるというよりもね、あのくっついてるナイフがあるから。本当に。うん。あ、俺背中にくっついてるやつあるわ。右手ね、くっついてる。痛い。どこ背中行かれた今。すげえ。ちょうどいいなんじゃない。すげえ立ってるなとかいいんじゃねえよ。包めもっとオブラートに。チャンネルも、うん、ちょっと私ももうえちゃおつでした。そろそろね、ちょっとてかね、あの笑い疲れて、もう疲れた。疲れた俺も。ああひどいちょっと待ってね、今すげえね、あの炸裂。怖い、俺多分これ怨念で怨念あるぞ俺。マジ目が怖い。ドクさんにはどう映ってんのこれ。え、あのね、今送ります。うわ、すごい目してるね、確かに。白目向いてる。上にぐるんって目が回っちゃってるわ、うん、あの本当にペニーワイズに似てきたよ、うん、怖いよ俺。で俺ずっと毒なんだけど、誰かパニーいるなんで毒だけに。お寝れんぞお前。マイナス30点。悲しいなあ。ちょっと待って、楽しいな。ちょっと待ってナイフにナイフ刺さったけど。おお、ちょ、ヨウチン聞いたか今。お？ダジャレじゃねえよ。ダジャレじゃねえよ。ナイフにナイフ刺さってんだ今。ヨウチン聞いたかおい。マーキング。マーキング？うちのワンちゃんね、あのマーキングするときずっと動いちゃうんですよ、癖で。マーキングってあれじゃあの、おしっこかけてるってことでしょ。やめていただけます。あ、じゃあ幼稚園さんはまた違うよ、それは。幼稚園はちょっとやめてほしい。あの、セクシャルなことだからやめてほしいぞ。あ、いた。あ、毒だった。言わねえよ。いや、やめろよ。お前今日、あの、グルチャに入れたけど、今日追い出すわ。悲しいな。じゃあもう寝るよ。はい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。